J3 昇格をほぼ確実のものとしてから初めてとなるこのホーム戦ということもあって、会場の外には多くの人が詰めかけていて賑わいを見せています。一方、 J リーグへの昇格を確実にしている JFL2 位のいわき FC は昨日、いわきグリーンフィールドで4位のティアモ枚方と対戦。試合は0対0で前半折り返すと、後半12分、いわきに歓喜の瞬間が訪れます。宮本のクロスから下がりく、そして最後谷村海奈、落ち着いて決め切ることができたと、谷村の値千金のゴールでいわきが先制します。しかしその後、いわきは相手の猛攻に耐える時間が続きます。試合終了間際、この試合が4試合目の出場となったキーパー伊庭がファインセーブ。試合は谷村の1点を守り切ったいわき FC が上位対決を制しました。萎縮することなく、ビビらずどんどんチャレンジしてやっていくっていうのは、自分が試合で出して4試合目ですけど、ずっと意識していることです。しっかり守りきることができて、勝ちにつながってよかったなと思います。自分が点を取ってやろうっていう気持ちで後半のスタートから入りました。入った瞬間というのはどうでしたか？いやー、もう来たーって感じでしたね。首位のホンダ FC は試合がなかったため、いわきが再び首位の座に返り咲きました。彼たちがしっかりトレーニングに向き合っている成果だと思ってますので、優勝を狙って頑張っていきたいと思います。